はい、どうも天使屋です。前回はゼルダを助けましたねやっぱ助けるのには順番というものがありますよね。嘘ですじゃあ今回はこの真珠ワールダニアの内部を攻略していこうと思います。でもちょっと上から行きたいこれ上行けるから、上なんかあるのかな。あ、上もうあるじゃん。あれが何、中心の起動装置が。ここであれか、ボス戦になるのか。シーカーストーン確認して、起動していない制御端末があるため、このメイン制御装置はまだ起動できません。だから今回もあれか、4つの制御装置を起動させないといけないのか。じゃあ内部入っていくか。よっしゃ、じゃあ正面から入っていこうお、え、しまった。え、怖怖怖怖、雰囲気怖。え、怖っ、何これ。え、こっち閉められたんだけど、後ろの扉ちょっと入っていこう。シーカーストーンが光ってる。何これ、松明持ってけって感じか。敵光ってるんだ。発光体だったんだこいつら。はい、いいね。でこっちももう先に倒しとこう。はい、で、なんか神秘的だな、ここ。燃えないかな、松明。大丈夫なのか、大丈夫か。この宝箱を拾ってって、とりあえず。はい、あー、武器もらった、いいよ。こっちは、あ、松明、よしよしよし。あの光は何かな、何か使うのかな。お、あ、ここにあれ、謎解きのやつある。なんだろう、こっちちょっと火持ってって、ボールはめるみたいな、どういうことかな。あ、心中操作できるようになってからかな、傾くのか。あ、体が傾くのか。あ、ここマグネキャッチでやるところだけど、いや無理だよね。あ、じゃあ奥に進む道があるのか。まだ奥の方行ってみよう。こっち、うん、しまってる。あ、ここ火つけれる。火つけたら開くパターン。あー、いた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 、よかったよかった。こっち行くか。うわー、ちょっと待って、早い早い、構えるの早い。よっしゃ、ちょっと引き直して、ここは一気にマスターソード手に入れたんで、ライブ配信でやっちゃいけないことをライブ配信でやってるから敵いる敵いる敵いる。あの目ん玉先倒すか、こいつ。はい、上にも、あ、違う、制御装置か、あれ。よし、ここに火つけて、次の扉開けて、なんだここは、まだ何かある。あー、あったあった、ここであれか、マップを開放できるのか。はい、いいね、マップあったらだいぶ変わるでしょ。真っ暗だし。なんだ、おお、90度傾ける。え、どういうこと。やっぱ90度しか傾かないのかな、それ45度とか無理なのかな。おお、来た、真珠のマップを手に入れたな。入れた。マップをよく見な、光っている印が真珠バルーダニアを制御する端末だ。ルーダニアを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけねえ。託したぜ相棒。オッケー、任された。あー、明るくなった。あ、操作できるようになったからか。あれか、だから天井開けたのか。いいね、風通しが良くなった。あ、ここ、これとかあれか、真珠傾きって端末を解除するのか。ということは、ここなるべく、あ、いた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 ここ高いとこいて、ここであのルーダニアを傾けたら、あそこの端末に乗れるんじゃない。ここで、これでいいのかな。うん、こっち、こっちか。だ、 うわーすごっ宝箱全部落ちてった。え、わ、すごすご、普通にすご。え、待って、楽しい、ここ。なんか傾くだけで地形が一気に変わるから。で、ここで OK、 端末解除一つ目だね、これで。残りの制御端末はあと4個。4個、気合入ってる。いいね、あと4個、どこだろう。マップ見て、左の方か、頭の方に1個ある。ここか、ここはどうやって行くのかな。あー、そこ燃やすんだね、了解了解。この火使って、この上のとこ、こう、おっしゃ、燃えた。で、ここで、これで、ここの扉が開くはず。オッケー。で、マグネキャッチか。はい。オッケー。グイって。開かない。あれ開かない。あれ開かない。押す式、押す、あ、押すだった。
ちょっと、あ、ちょっと待って。閉じないで、そんなすぐ。はい、OK、ここにも制御端末あった。残りの制御端末はあと3個。3個言い方好きなんだけど。これは何だろう、この部屋で、はい。なんかありそうじゃない？お、来た来た来た、宝箱あった。そんな入るスペースあった？ない。あ、歯車、オッケー。あ、宝箱めっちゃ転がってるから。拾ってこう。木の矢、木の矢。一緒だ。お、ここにもなんかある。なにこれ？あ、ここに、あれか。火入れろってことか。弓矢かなんかで。どうやって、どこにある、そんな火。あっこから、あっこから撃って決める。いや、そんな難しすぎだよね。炎の矢でやってみよう。あ、ダメだね。つかない。あと制御端末はどこ、上行くか。上の制御端末を動かしに行こう。どこに端末ある、この上だ、この上行こう。あ、ここで、あれか、傾きたらいいのか。どっちに傾くんだろう、これ。90度傾けるけど、どっち、こう、合ってる、こっち側行って大丈夫なのか。おい、ちょ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 、よかった。え、待って、すごいすごい。外見たい。違う。いや、体見たいんだけど。あ、ちょっと、どんな風に動いてたか見たかったな。こうやってあれか。これ、あの、こういう、何、シーカーストーン使って操作してるんだよね。ダルキルもそうやって操作してたのかな、このワールダニアを扱ってた時。めっちゃ近代的。宝箱あった、古代の小赤。ああ、これ制御端末なのか。やばいやばい、ここ難しいぞ。うわ、なかなか難しいやつだ。はい、オッケー、倒して、ここ乗って傾けるのか。ああ、やだ、危ない危ない。ちょっと待って、敵ここどこだろう、どこにいるんだろう。目ん玉がいない。とりあえず90度傾ける。ちょっと早く、危ない、早、意外に早かった。ちょっと早く倒して、今のうち90度傾ける。はい、いいよ、これで降りといて、周りみたいな、どんな感じなのか。目ん玉のやつどこいる、反対側か、この反対側にいるのか。このヘドロ食らうしかないね。ヘドロ食らって、痛い、お前だ、オッケー、お前倒して、ここの制御端末を解除できる。オッケー。はい。あの、敵は無視で。確認。残りの制御端末はあと2個。あと2個。もう少しだな。もう少しだよ。いいね。気合入るね。よいしょ。気合入るね。あと、この右側と、尻尾のとこ。いいね。尻尾のとこちょっと、なんか、エロくない。気合入るね。尻尾の方行くか。とりあえずここから入ってって、はい。おお、ここの中か。やっぱここだよね。ここの食台にどうやって火を灯すかだ。90度一回傾けてみるか。一回傾けてここに乗って、いい感じのとこないかな。お、ここになんかある。ボール落とすとこがある。ああ、これなんかここ辿ってったらなんかあるのか。ボールがあるのか。ちょうど転がって落ちるようになってるから、ちょっと辿ってってみよう。辿ってって、なんかある、こっち。え、なんか全然違うとこ。あ、炎を移すとこある。あれ、火持ってくるのか。で、ここに火つけるのか。はい、ちょ、オッケー。どうなるんだろう。え、しまった。ん、え、しまって正解なの。あ、ボールある。え、あ、開いたのか。そういうことか。下、ボール、下側が開いたのか。ボールが通れるようになったんだ。じゃあ傾けて、そしたらボールが転がっていくのかな。転がれ。いけ。おい、いけ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 。どこ行った？いた。ちょっと、こいつら無視で。やだ。で、こっち行くのか。で、もう一回傾けて、このボールを転がしていくって感じか。で、ボール転がしてって。転がって。よしよしよし、転がった。ちょっと待って。リンク負けるな。ボールに負けるな。ボールと追いかけっこ、絶対楽しくない。あ、で、ここ、マグネキャッチで持ち上げたら、なるほどね。このボールが落ちるってことだね。オッケー、はまった。で、どっか開くのかな。お。あ、声優端末。
だけ折りしてあったんだ。この下か。はい。こっち、あった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 。残りの制御端末はあと1個。あと1個。あと1個だ。あと1個だ。いいね。めっちゃ気合重ねてくる。あと尻尾の方か。ここなんだよね。ここにどうやって火灯すか。この食材のとこ。どうするんだろう。あ、わかったわかった。松明持って、持って、投げるのか。投げるで合ってるかな。いく、せーの、はい。あーお、違かった。あ、惜しい惜しい。入りそう入りそう。あ、あ、お、奥の方行った。ちょ、取れなくなった。松明取れなくなった。拾うで、あったあった、拾えた。手伸ばしたら届くんだ、そこ。あ、わかった。ここでも矢につけといて、火を。ああね。そういうことか。で、このまま撃てばいいんだ。はい。あ、簡単。めちゃくちゃ簡単だった。はい。OK。で、この上、壊すのか。マグネキャッチのやつがあるから。炎の矢で壊して。はい。じゃあ、マグネキャッチのやつが、降ってきて。お。OK。で、これで、このマグネキャッチで、何か、この火塞ぐのかな。これこれこれ。塞ぐ？あ、塞げる塞げる。OK。え、で、これ、登ってけみたいな。登れないんだけど。どういうこと？ここ、ここしといて、半分消しといて、いや、でも、このリンク、あれ、炎効かないから、これ、いけるんじゃない？ここ。はい、あ、無理か。わかった、わかった、わかった、わかった。わかった。ここで、あれ、真珠傾けるんだ。これ、これ、これ。で、どうなる？そっち向きになるから。おお、ちょ、危な、挟まれる。危な。これ、ちゃんと安全ベルトして。で、ここで火、ここで火塞いで、横通っていくのか。あーね、なるほど。オッケー、謎解けた。はい。で、ここで制御端末をあと解除するだけ。斜めのうちにやりたい。はい、オッケー。やりづらそう。よーし。お。制御端末はこれで全部だ。メイン制御装置を起動させられるようになったぜ。お。マップをよく見な。新しく光っている大きな印があるはずだ。そこへ向かえ。オッケー、真ん中のとこか。気を抜くなよ、相棒。お、ということはボス戦っていうことか。ボス戦だ。一回戦ったことあるけどね。オッケー、ここか。ということはここでボス戦なんだ。おっけん。お、やっぱ呪われてた。さあ、誰だっけ。ダニエルだっけ。ダルケルか。ダニエルって誰。来たーボス。うわ、斧だよね。火は、あ、火も使ってたね。全部知ってる。君のことはもうすべて把握してある。もう余裕だ。そんな迫力感じない。わあ、やっぱカノンが作った化け物だ。100年前俺は不覚を取っちまったが、おめえならきっとこいつにやられたのか。やっちまいな、相棒。やっちまおうぜ。このポケモンの髪型してるやつ。ほんとあいつにしか見えないんだけど。で、こうラッシュで。これ、防いどいて。はい、連打。あはは、違う。え、どうやって倒すのあいつ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。